男将順は大理国の十五代国王、保定帝カドの弟。1九9 4年、保定帝カドが皇正体に王位を散脱され、国王は大中国と改められ、大理国は一旦消滅した。1九9 5年、皇正体が病没する直前に、この皇やスに対し政権を男子に返還することを命じ、これにより男将順が即位した。 男子政権が中断した後に王党が復活したため、男小順以降の代理国を、後代理国と称すことがある。即位した、男小順であるが、政権内ではなおも、孔子が大きな影響力を有し、最小はその後も、孔子より登用された。1096年、天授と改元した。以後、改名、天性、文案といった言語を立てた。1103年、 高安市運を北総に堅持した。1108年、この段ただ主言に上位して出家した。木に伊沢の武教小説、天竜八部に登場する、主人公、段穂まれの父。大理国の陳南王、北国大将軍。一応指を用いる武術の達人であり、かつ死を好む風流な一面を持つ。公職で、各地に美しい愛人を持ち、厳世武。 カンタカラタカラ、ハタコーメン、王夫人らと女王通じて、それぞれに、娘が生まれた。多くの愛人を持つ、彼だが、それぞれの女性に対しては、真摯に向き合い、彼女らのためなら自らの命を投げ打っても構わないと、考えるほどの情熱か。しかしその色好み上に、愛人の嫉妬を買い、非合の死を遂げる結果となった。代理男子に伝わる一応指を用いる。 内力にも優れ、天穴の技は達人の意気に達している。ありがとうございます。